はいどうも、おっちゃん保育士坂井です。今回は保育士として働くための職場選びというテーマでお話します。結論はズバリ、最初は小さく無理はしない。まず職場を選ぶ際に大前提にしておかないといけないのは、希望を全て満たす職場を見つけるのはなかなか難しいということです。家からの距離も近くて、給与も高くて、負担も多くなくて、人間関係がとても良くて、保育館も自分に合うっていう職場で働いてる人どのくらいいますか？統計取ってみた。結構いたらごめんなさい。そうじゃなかったという体でお話し続けます。職場選びのポイントは、希望の優先順位の高いものがクリアできていること、これがとても大切です。人によりそれぞれで、通勤距離だったり、勤務時間、給料、保育館、人間関係、子供の行事に休めるかなどなど、優先順位をつけて自分の希望に合うかどうかを判断していくといいです。補足的にお伝えすると、通勤時間は実際に通勤する時間帯の道路状況を確認しておいた方がいいです。近いと思っていたら朝バスレーン発生で結構な渋滞になっていることがあります。勤務時間ですが、通勤や自分の体力含め最初は小さく始めることをお勧めします。面はなるべく長い時間の勤務を希望されます。なので少しでも長くと頑張りすぎてしまうと負担が大きくなるので、最初は円が可能な範囲で慣らし時間での勤務から始めて、状況を見ながら徐々に伸ばしていくのが良さそうです。給料はですね、もちろん大いに越したことはないんですけれども、相場よりも高い場合は業務の内容や責任の範囲を確認しておくといいです。また園によっては駐車場代負担が発生する場合や、園内で福利厚生、またお茶代を毎月徴収する園もありますので、他に控除されそうなものがないかは知っておくといいですね。保育館はまず興味のある園のホームページをとりあえず確認しておきましょう。あとは面接で聞いてみるといいですよね。園長先生から聞いたのと現場が実際違う場合もありますけども、目指す方向として把握は必要です。人間関係や休みの取りやすさも、これはもう勤務してみるしかないですね。人材派遣の場合だと会社が事前に確認してくれていますが、直接自分で探す場合だと、ここは事前に確認していても時期や園の雰囲気でちょっと前後します。使用期間があるのならその間で判断と行きたいところですが、年度末までは動きにくい実態があるので、自分で勤務してみて判断しましょう。職場選びは希望の優先順位をつけ、最初は小さく無理しないで職場を選んでいってください。最後に明日から使えるアクションプランをお伝えします。それは、興味のある保育園のホームページを3円検索して閲覧しようです。ホームページはその園の今を表しています。もう動画で発信を始めている園や、そもそもホームページがない園もあります。情報発信の仕方でも、その園がどのくらいオープンなのかが見えたりします。先ほどの保育館も含め、まずは3つの園の検索閲覧を実践してみてください。今回は保育士として働くための職場選びというテーマでお話ししてきました。そして明日から使えるアクションプランは、興味のある保育園のホームページを3円検索して閲覧してみようです。今日は保育士として働くための職場選びに関する動画でしたが、他にもこんなこと聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にコメントくださいね。今日よかったよと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日ここまで、最後のご視聴ありがとうございました。おしまい。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。